ザガネとは、ボルトとナットを締め付ける際に、ナットの下に入れておきこれらの固着具と部材との間の馴染みを良くしたり、ナットの回転を防止するために用いられる薄い金属板状の部品。ワッシャーとも呼ばれる。ネジの小道に対応して規格化されている。軸に挿入される、カラーの内幅の狭いものも形状が似ているため同様に呼ばれることがある。否定欠剤に、 ナットや、ボルト頭がめり込むことを防止する、あるいは穴系が、ボルト系に比べて大きい場合、座面を安定させる場合などに用いられる。振動などにより、ボルトナットが緩むことを防ぐために用いられることもある。機密を保つために、銅、アルミなどの軟質金属、ゴム、ポリカーボネート、PTFE などの材質も使用される。この場合、ガスケットと呼ばれることもある。 電気機器などで絶縁が必要な場合のために、紙製やプラスチック製のワッシャーが用いられることがある。逆に、アースとして利用される部位では必ず導電性のある、金属製のものを用いなければならない。平座金平ワッシャー、規格、ジス B1256。平な円盤状のもの。ネジに対して、通し穴が大きい場合や軟質材料など。 軸力に対して、十分な座面が得られない場合に用いられる。否定結物に対し強度が大きく違うと、座面陥没の発生する恐れがあるため、座面強度と軸力を考慮して選定する必要がある。バネザガネスプリングワッシャー、規格、ジス B1251。平座ガネの一部を切断し、切り口をねじることによりバネ、作用を持たせたもの。 右ネジに対して、緩み止め効果を発揮するために、切り口を手前にした時に、右側が上になるようにねじられており、上からボルトを刺し、スプリングワッシャー、飛行定物、ナットの順で締める。振動部における緩み防止効果は、限定的であり、バネザガネを使用するとより小さい力で緩んでしまう、可能性が三次元有限要素法解析により、示されている。すなわち、 バネザガネは万能ではなく適切な条件下で使用すべきである。バネザガネの角部がナット座面に食い込み引っかかるような効果により緩みにくさを得ていることが示唆されているが、この角部を中心とした回転により小さい力で緩んでしまうことも同時に示唆されている。規格ジスビー1252。サラバネの形状をしたザガネ。バネザガネに比較してバネ 定数が高いため、氷木ボルトに対して用いられる。初月ザガネ菊、ザガネ、規格、ジス B1255。ザガネの外側あるいは、内側が、菊の花びらのように多数の葉があり、その先端はねじられている。ボルトナットを締め付ける際にねじられた部分が潰される、ことによって過大な軸力を防ぐ。このため葉の部分を完全に潰してはならない。 ハツキザガネには以下の種類がある。規格ジス B1554。ベアリングナットと共に用いられ内側には一枚の刃外側には多数の刃がある。内側の刃を軸に切った溝にはめ、外側の刃のうちいずれかを、ベアリングナット外周にある溝に対して折り込み、緩みを防止する。規格ジス B5213。 座面の片側が突とうの球面になったものが1、体で用いられる。任意の角度で締め付けることができる。内側が軸に食い込み、外側がナットの角に対してラッチの作用をして緩みを防止する。四角形で両面が平行でなく一定の角度が付けられた座金、ね。母材に対して穴の座面が水平でない片甲などに使われる。 波形座金ウェーブワッシャー。バネ構成の平座金を波形に曲げたもの。潰されることによりバネの働きをして、軸方向の隙間を除去する。ネジの緩み止めや、脱落防止のために用いられる場合もある。スプリングワッシャーの場合は、切り口から母材を保護するために平ワッシャーを入れることがあるが、ウェーブワッシャーの場合は、必要ない。またスプリングワッシャーよりも、 薄手のため、ボルトの突き出し量が小さいところにも使用できる。卵ラグ。大きな穴はビスを通すための穴で、小さな穴はリード線をハンダ付けするための穴。平ざがねにリード線をハンダ付けできるような端子部分がある金物。プリント基板を金属製の筐体にビス、ナット、平ざがね、バネザガネで取り付けるときなどに平ざがねのようにビスに通し、 電気的な接続が得られるように用いる。また、金属の筐体、金属板等にビス穴を開け、そこにビス、平ら座金、ね、スプリング座金、ね、ナットと共に挟み込み、筐体や金属板等とリード線等を電気的に接続したい時にも用いられる。このような部品を卵ラグという。英語では、ソルダーラグ、ソルダーラグターミナル、ターミナルラグソルダーリングなどという。 ありがとうございます。